皆さんこんにちは、ビーレジェンド志村です。本日はビーレジェンドアプリについて解説をしていこうと思います。本日のね動画をご覧いただきますと3つのねお得な情報がゲットできますんでね、ぜひ最後までご覧ください。Bレジェンドアプリご存知の方おられますでしょうかね。Bレジェンドプロテインを買う上で非常にねお得なアプリになっております。こちらの Bレジェンドアプリのショッピングから購入していただくことで常時ポイントがね2倍になります。でさらに左上の表示にある今日のガチャ、こちらのねガチャを毎日引いていただくことで10タンパクマイレージから150タンパクマイレージが貯まるガチャを引けます。貯まったタンパクマイレージはアプリのマイレージ交換のページでポイントにね交換することができます。でさらにねそちらのねタンパクマイレージの貯め方ですよね、こちらのアプリで購入した商品ご自身で飲んだ量だけ記録していただくことでタンパクマイレージを貯めることができるようになっております。飲めば飲むほどタンパクマイレージが貯まって、貯まったタンパクマイレージをまたねビーレジェンドの公式サイトで使えるポイントにどんどん交換できるようになっております。ですんで非常にねお得にね購入することができるアプリになっております。ぜひねこちらのねビーレジェンドアプリご活用いただいてポイントをねどんどん貯めていってください。ショッピングっていう項目がこちらにあります。こちらからね商品ページの方に飛んでいただいてビーレジェンドプロテインを購入していただくだけでビーレジェンド内で使えるポイントですね、いつでもポイントで2倍で付与される非常にねお得なアプリになっております。例えば8000円ねプロテインを買うと80ポイントが付与される形になるんですけれども、こちらの B レジェンドアプリから8000円のお買い物をしていただくだけで160ポイント付与される形になります。アプリをダウンロードしてこちらからね買うだけでポイントがね2倍になったり、キャンペーン時に5倍になったり、もう本当にねお得にお買い物できて、またその貯まったポイント次のお買い物でね使えますんでね、こちらのねアプリダウンロードしてショッピングの方から購入することをお勧めいたします。アプリの方にログインするとね、こちらのね左上の方に今日のガチャっていう形でね表示されます。こちらのね今日のガチャをタップしていただくとマッスルガチャポンっていう形で表示されます。でこちらのね拳を開くっていうボタンをタッチしていただくとこういう風に演出が入りまして、おこちらの今日のガチャでね30タンパクマイレージを獲得しました。このねタンパクマイレージって何ぞやっていう形で思う方がいるかと思うんですけれど、このねタンパクマイレージ貯めていただくとタンパクマイレージ交換所っていうところがあるんですけれども、そちらの方で公式サイトで使えるポイントにね交換することができます。 1000g タンパクマイレージが貯まると100ポイント分のポイントとね交換できるっていう形になっております。これね毎日1回引けるガチャなんですけれども、10タンパクマイレージから150タンパクマイレージのね間でねいろいろね当たるっていうガチャになっております。 150g タンパクマイレージが例えばねこれ10日間出れば1500タンパクマイレージですかね。ぜひね毎日ログインしていただいてこのガチャを引いていただいて、ぜひね、タンパクマイレージをガンガン貯めていただければと思います。で、もう一点、タンパクマイレージを貯める方法があります。こちらのね、アプリからショッピングで、商品を購入していただいて、で、そちらのね、プロテインがこちらのね、アプリの方に登録される形になっております。でそちらのね登録されたプロテインを自分で飲んだ量を入れていただくことで、例えばねプロテイン 30g 飲みましたっていうのを登録してあげることで 30g プロテイン飲むとタンパク質がね 20g 取れるんで 20g タンパクマイレージがねたまる形になってます。実際に1回ちょっと購入して自分で消費するっていう流れを1回ちょっとやってみたいと思います。でアプリのねページにやってきました。ここからショッピングページに飛んでいきます。何買いましょうかね。コアラシのねミックスジュースも飲みたいところですけど、今回はベリーをね3袋買いたいと思います。ベリーを3袋入れて、で自分スプーンもいらないんでスプーンなしを選択します。でこちら通常販売で買い物カゴに入れるに進みます。そして注文に進むっていう形で、決済に進んでいきます。ベリー3個が選択されて、商品点数3点3100円が3点で9300円ですね。でこちらで決済に進みたいと思います。でヤマト運輸で選択して
で今回ちょっとね代引きで購入したいと思います。ポイントもね使用せずにこのまま決済に進みます。ここで注文を確定します。はい、購入が完了しました。で実際にね購入が完了しましたらアプリのページを開いていただいてこちらのね下の項目にあるトレーニングっていうところをタップしていただきます。するとね1月1日2日3日4日5日っていう形で日付が出てまいります。本日ね5日になっておりますんで5日のところをタップいたします。まあ、こういったねページが表示されます。こちらのねページのコップみたいなマークが入って未入力っていう風に書いてる項目があります。こちらをねタップしていただきます。するとね先ほどね購入したベリー3袋がこちらのねところに登録されております。例えばね一番上のベリー1キロのところで 30g 飲みましたっていう形で入力します。 30g と入力した後にまとめて記録というボタンを押すとこちらですねサプリの消費量を記録しましたっていう形で出ます。するとね先ほどね残量として 1000g と書いてあった一番上のベリベリベリー風味の残量が 970g に減っております。今のね登録をしたことで 20g タンパクマイレージが実際にね増えてる形になってます。まあ、こういった形で実際にアプリから商品を購入していただいてアプリのトレーニングの項目から各日付のところに飛んでいただいて日付の日にね消費した量を入れることでタンパクマイレージを貯めることができます。ですんで飲んだ量だけアプリで登録していただくことでどん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 タンパクマイレージを貯めることができます。で飲めば飲むほどタンパクマイレージが溜まって溜まったタンパクマイレージをまたねビールジェンヌの公式サイトで使えるポイントにどんどん交換できるようになっております。ぜひねこちらのねビールジェンヌアプリご活用いただいてポイントをねどんどん貯めていってください。でこちらのねアプリのトレーニング管理でできることを解説したいと思います。まず一つ目ですね、日々のね体重の記録して管理することができる形になります。次に写真で毎日のね体の変化を残すことができます。こちらのねカメラのマークを押していただくことでカメラを起動して写真を撮ることもできますし、残しておいたカメラロールからね写真を選択して登録することができます。ですんでね毎日のね体の変化ちょっとしたね違いとかもね残しておきたいよっていう方はね毎日こちらでね写真で撮影してご自身の変化残しておくことができます。で最後にトレーニングのね種目を登録して重量の記録であったり回数を残しておくことができます。実際にねこちら説明していきたいと思います。でまず体重ですね、未入力っていう風になっているんですけれども、こちらのボタンをタップしていただくことで、体重詳細設定っていう形で表記が出てきます。でこちらの方で体重計で測っていただいた体重をこちらに入れていただきます。で僕ね大体80キロぐらいにありますんで、こちら80キロで登録したいと思います。この体重を登録ですね。するとねこういう感じで80キロっていう形で出ます。今ねこちらのページ BMI26.4 っていう形で表記が出たんですけれども、こちらね前もって自分のね身長のね設定をするページがありますんで、そちらのね身長を登録しておくことでもう自動でねこちら BMI の表記が出ますんで、身長のね設定の仕方なんですけれども、右上の3本線のところタップしていただいて開くとね、ホームトレーニングショッピングニュースランキングユーザー設定っていう形でバーッと羅列されるんですけれども、こちらのねユーザー設定っていうところですねタップしていただいて、こちらでねもう名前とかね、ご自身の好きな名前で登録してください。僕ちょっと今、ビーレジェンドお兄さんっていう形で登録してますね。写真とかもご自身の好きな写真入れていただいて、で、こちらのね、身長のところ、ここを設定してあげてください。で、僕自身今174センチなんで、174センチで登録して設定しております。で、体重の方も入れていただいて、こちらの一番下の部分の設定するっていうところで確定しておいてください。するとねご自身のねユーザー設定の設定が終わりますんで、身長を登録しておくことでトレーニング管理の方で体重入れた時に BMI が出るようになっております。次ですね、写真の設定のところに行きたいと思います。でこちらのねカメラマーク選択していただいて、カメラを起動して写真を撮るでもいいですし、撮っておいたカメラロールから写真を選択するっていう形でも
いいと思います。で、まあ、今日の写真ですね、こちらの、ね、カメラマーク選択していただいて、でカメラを起動して写真を撮っていただければと思います。今日の、ね、ちょっと自分自身の写真こういう感じで撮って、はい、こういう感じで写真を使用ですね。まあ、今ちょっと自撮りみたいになりましたけれども、今日の、ね、体の記録撮っていただければと思います。で最後にトレーニングの、ね、記録ですよね。まあ、こちらの、ね、ページの種目を選んで登録っていうところを選んでいただきます。すると、まあ、未登録のトレーニングっていう形で出てきますんで、このね、未登録のトレーニングっていう部分のところに、例えば今日は胸、背中の日とかにしておきましょうか。で、ここでね、種目を追加っていう形で押していただきます。まあ、胸と背中なんで、上半身のところで押していただいて、で、筋肉で絞り込みっていう形で出てきます。で、今日胸と背中の日なんであれば、胸っていう形でしていただいて、するとね、種目がずらーっと出てきます。まあ、胸という形なんで、ベンチプレス選択させていただきます。すると、こういう感じでね、1セット、セット2、セット3っていう形で、ベンチプレスの記録をするページが出てきます。例えば、ここでね、ベンチプレス60キロですね。ここで1セット目。10回できましたっていう形であれば、60キロ10回っていう形で記録しておいてください。で、次のセットですね。もう1回60キロでやりました。すると8回できましたっていう形で記録していきましょう。で、3セット目ももう1回60キロできました。すると7回できましたっていう形で、まあ、こういった形でね、やったトレーニングをどんどん記録していくことができます。で、もし3セット目で終わるんであれば、ここでいいんですけれども、もう2セットやりたいっていう方は、セットを追加っていうところを押していただくと、セットをこういう形で追加することもできます。逆に、もうセット、そんなにしたくないよ。1セット、2セットで十分だっていう方は、セット排除っていうボタンを押していただくことで、セットをね、消すこともできます。ぜひ、ご自身のね、やるセット数とかでね、セット追加、セット排除なんか使っていただければと思います。で、1種目目、ベンチプレスが終わりました。じゃあ次ですね、次、背中やりたいなっていう方は、まあ、背中項目を選んでいただきます。すると、こういった形でね、背中の種目がいっぱい出てきます。ベントオーバーローイング、デッドリフトとかね、いろいろ出てきます。まあ、チンニングとかでもありますね。チンニングが好きなんでね、じゃあチンニングを選ばせていただきます。チンニング自重でする人はもうキログラムとか入れなくていいと思うんで、回数入れていただければいいと思いますし、まあ、加重してやるっていう方はね、そこにね、加重したね、重量つけていくのもいいと思います。チンニング何回できました？まあ、8回できました。2セット目6回できました。3セット目5回でしたっていう形で、こうやってね、記録を残していってあげればいいと思います。まあ、今日ね、胸背中の日っていう形でね、種目登録していったんですけれども、ぜひね、やった種目をね、登録してどんどんこうやって記録に残していってあげればいいと思います。もしね、ここのね、種目にないっていう場合は、ご自身でメニューをね、登録することもできます。こちらのね、オリジナルメニューを登録っていう形で押していただいて、例えばルーマニアンデッドリフトとかがなかったんで、デッドリフトで、下半身。まあ、こういう形でね、ご自身で登録してあげると、上部にね、ルーマニアンデッドリフトっていう形で、種目を登録することができます。で、もしね、トレーニングのね、初心者の方とかね、どういう風にやったらいいかわからないなっていう風に感じられるお客様がおられれば、こちらのね、トレーニング登録した名前の横にクエスチョンマークが出ております。こちらのね、クエスチョンマークをタップしていただくと、トレーニングのやり方をね、解説した動画をね、載せております。例えばベンチプレスのところを押していただくと、ベンチプレスのやり方を解説しております。こちらの方にね、文字でね、解説もしているんで、もしわからないっていう方がおられれば、こちらのね、動画を見ながらトレーニングのやり方をね、確認していただいて、ご自身のトレーニングの参考にね、していただければと思います。で、僕ね、結構このアプリ活用するんで、すごいおすすめなね、使い方があるんで、ちょっとお伝えさせていただきます。で、先ほどね、ご自身でね、こう、一個一個トレーニングをね、登録していったんですけど、自分のね、トレーニングルーティンが決まってて、毎回ね、結構同じ種目するよとか、まあ、そういった方なんかは、こちらのね、右上のね、3本線タップしていただいて、マイメニューっていう項目があります。こちらのマイメニューっていう項目を、
開いていただいて、今ねちょっともうすでに僕がね胸の日、足の日、腕の日、背中の日、肩の日っていう形で自分のねトレーニングメニューをねもう登録してあるんですけど、まあ、僕とかですね5分割でなってるんでこういう形で登録してるんですけど、まあ、例えばねこう胸と背中一緒にやるよっていう方はちょっと作っていきましょうかね。トレーニングメニューを入力っていう形で胸、背中の日とかね、これはもうご自身のね分け方によってマイメニューを登録してあげてください。名前を胸背中の日という形で入れました。そこで種目を追加っていう形で、まあ、ご自身のね毎回やりたいトレーニングルーティーンがあると思いますんで、そのね種目をもう先に登録しちゃいます。例えばもうベンチプレスでしたらベンチプレスで次種目を追加にして、でここでね上半身とかでね絞り込んであげると登録が早くなります。で胸であれば、まあ、ベンチプレスやった後にインクラインダンベルフライとかにしましょうかね。でさらに種目を追加で最後に、ペックフライマッチ、ケーブルクロスオーバーがいいかな。で背中はね何にしましょうかね。チンニングが好きなんでチンニングと、で次最後にローイングにしましょうかね。背中はね、まあ、大体5種目ぐらいでいいですかね。うん、ケーブルローイング、まあ、こういう形でね胸背中の日っていう形でもう先にね自分がね毎回やりたいと思うメニューを登録しちゃいます。でここで登録が今ね胸背中の日っていう形でベンチプレス、ダンベルフライ、ケーブルクロスオーバーで背中でチンニングでケーブルローイングですね、こういう感じで登録しました。するとねこのねマイメニューのところで胸背中の日っていう形でもう自動で登録されます。でここでね日付のところに行っていただいて、例えば7日ですよね、今日何やるかっていうので今作った胸背中の日をセットしてあげます。するとね7日の日にねこういう感じでもう自動でね先ほど登録したトレーニングがずらーっと出てきますんで、あとはここのねやる重量をその日やった重量ですね、例えば60キロ10回やりましたっていう形で置いておいて、インターバル取ってトレーニングして、はい終わりました、じゃあ60キロ次8回できました、まあ、やった回数ここにどんどん記録しておいて、で今日の1月7日の胸背中の日が終わりました、まあ、体重もね一緒に結構僕測ったりするんで、ここでねトレーニングが終わった後とかに体重測って記録しておいてあげましょう。トレーニング終わった後で筋肉が張ってるんで、まあ、写真なんかも一緒に撮ってあげましょう。するとね、まあ、トレーニングのメニュー、種目、回数とかもね記録できて、体重、写真なんかもね記録することができます。もうそちらのねトレーニングメニューどんどん登録していって記録が溜まっていけば、まあ、前回のトレーニングの記録とかも見ることができるんで、今日のトレーニングの前に前回のトレーニングした内容の重量とか回数とかを確認してトレーニングに臨むことができますし、体重であったり体の変化なんかもここのねアプリで一括して管理することができますんで、まあ、非常に便利に活用できます。でトレーニングが終わったらこちらですね、アプリで購入したプロテイン 30g 飲みました、パウダーで 30g 飲みましたっていう形で記録します。でまとめて記録っていう形で押してあげます。するとサプリの消費量を記録しましたっていう形でプロテインの残量が減りました。で 30g 消費したんでタンパクマイレージがまたね 20g 溜まっている形になります。ですんでね、ぜひアプリから商品を購入してプロテイン飲んだら、こちらのトレーニング管理で飲んだ記録を入れていただく、するとタンパクマイレージが溜まるっていう形になります。でトレーニングの記録もこちらのアプリでどんどん記録していって、ご自身のね記録の伸びであったり体の変化、体重の変化なんかも記録してご自身のね管理に役立ててください。でここだけのねちょっとお話になるんですけれども、このキャラクターもねどんどん飲む量であったりトレーニングの量であったりでどんどんね進化したりしますんで、ぜひねそういったねキャラクターの変化も楽しみながらこちらの、ね、アプリ活用をしてご自身の変化なんかにもご活用いただければと思います。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。